川上音次郎から1911年11月11日は、筑前黒田藩出身のおっぺけペイブ氏で一世を風靡した工業師、芸術家、新派劇の創始者。川上の始めた、書生芝居、創始芝居はやがて新派となり、急激をしのぐ人気を博した。新派劇の父と称される。幼名は、川上与吉。 神型話家としての名跡は、浮世予定。号は、淡水。川上とじろう、妻、定役子と千八百六十四年、畜前国博多中津島工事長、現在の福岡市博多区津島工事に生まれた。福岡藩主黒田氏の合詞及び合唱、川上先祖の子。論語や孟子を学び、旧制福岡中学校の前身に進学するが、ママ母と折り合いが悪く。 1878年、家を飛び出し、大阪へ密行、見つかるが出奔し、東京へ行った。無線飲食で追われつつ、江戸にたどり着き、口入れや、京安の方向人に転がり込むが長続きせず、吉原遊郭などを転々とする。増上寺の小僧をしていた時に、毎朝寺に散歩に来る、福沢諭吉と出会い、慶応義塾の学木、書生として、慶応義塾に学び、 一時は、警視庁巡査となる。しかし長続きせず、反政府の自由党の創始となったとか、1883年には、立憲帝政党員となると言われたが、審議は不明。旧福岡藩市を中心にした、現用者の結成に参加している。1883年頃から、自由同事と名乗り、大阪を中心に、政府攻撃の演説。 新聞発行などの運動を行って、たびたび検挙された。1883年9月13日、内務省より、集会条例第6条違反で1年間政治演説を禁止された。1885年に、高団市の観察を取得。自由民権運動の弾圧が激しさを増した1887年には、改良演劇と銘打ち、一座を率いて、興行を行った。 また、落語家の桂文之フに入門、浮世予と名乗った。やがて世上を風死した、おっぺけペイブ氏を寄せで歌い、1889年から1894.95年の日清戦争時に最高潮を迎えての代表判となる。川上はじめ座は、書生や創始ら素人を集めたもので、書生芝居、創始芝居と呼ばれた。1891年2月、 書生芝居を、堺市の宇の膝で旗揚げ。同年、東京の中村座で、板垣くん遭難実機などを上演。東京でもオッペケペーブ氏が大流行した。川上は1893年1月1日、鳥越座の初日を前に、突然神戸からフランスへ渡り、2ヶ月ほどの短い間だが、パリの演劇事情を視察した。1894年、郷土の先輩である。 金子健太郎の売借で人気芸者の定役子と結婚した。伊藤博文が定役子をひいきにしており、伊藤博文の三場カラスと言われた金子健太郎に売借の役目が回ってきたとも。1894年、日清戦争が始まると、いち早く戦争劇、壮絶解説日清戦争を仕立てた。続いて、川上は朝鮮半島にわたって戦地の状況を実験し、 それをもとに、川上を閉じろを戦地見聞日記を上演。これらの戦争劇は大評判となった。翌1895年、歌舞伎座の舞台で、異海英観楽を上演した。歌舞伎の伝道に、素人上がりの役者が出るのは、異例のことであり、劇痛の人々を驚かせた。同年末には、泉京花の小説を舞台化した、滝の白糸と、を浅草座で上演。 1896年7月2日、東京市神楽に川上座を開場した。この時期の詳細は、海外資料豊富な井上理恵著、川上尾戸次郎と、貞役子明治の演劇始まるに詳しい。1898年3月と8月、第5回総選挙と第6回総選挙に出馬し、共に落選。資金繰りのために川上座を手放す。妻、名。 愛犬と共に築地からボートに乗り、下田市まで行く。そこからまた修繕したボートに乗り、翌1899年に神戸に到着する。1899年、渡米して現地で工業を行う。この時、妻、サダヤコが舞台に立つことになった。シカゴやボストン、サンフランシスコなどで、ジンゴロウや道成寺などを披露し、 東洋の珍しい演劇として話題を集めた。ニューヨークではアルフォンス・ドーデ原作のサッフォーを日本版に本案した芝居も演じた。これは近くの劇場でイギリスの女優オルガネ・ネザ・ソウルがサッフォーを演じたところ、歪説を理由にニューヨーク悪徳弾圧協会やニューヨーク母親クラブなどから避難を受け、逮捕されるという事件が起こったことを受け、この騒ぎを利用して、 話題を集めるために、乙次郎が、急遽一晩で作り上げたもの。ネザソウル版と逆に、純愛話に仕立てたところ、ネザソウルを弾圧した人々から賞賛を受け、それまで3日かかったのと同じ数のチケットが1日で、売れた。サダヤコは貴婦人協会に招かれ、女優クラブの名誉会員に選ばれた。第1回海外巡業については、井上理恵女、川上音二郎と、 サダヤッコに世界を巡演する社会評論者2015年に詳しい。1900年には日本通りで知られるロンドンのアーサー・ディオシーの歓迎を受け、彼の友人の舞踏家ロイ・フラーや女優サラベルナールに紹介され、フラーの支援を受けてパリ万博で講演し、米国工業に続いて人気を博した。翌年、一旦帰国した後、再びヨーロッパに渡り、 1902年に帰国した。欧米巡業中、1902年11月1日に、大日本帝国の俳優として、初めて勲章を授与される。フランス大統領、エミール・ルーベより、官邸のエディゼ宮殿にて、オフシェード・アカデミー三等勲章を授与。オフシェード君、外国人に贈られる、最高賞を受賞した。1903年、日本で、初めてのセリフ劇、オセロー 日本バージョンで上演する。以後、ハムレット、ベニスの商人などを積極的に上演し、株音曲のない演劇を日本に定着させようとした。川上は、シンパの祖ではなく、日本の近代演劇の祖という存在になる。肉足しい1908年工業史として成功し、現在の大阪市中央区北浜4丁目に、洋風の劇場、帝国座を開場する。同時に、 帝国女優養成所を創設。また、1910年には、博多口世に洋風劇場の博多座を建設している、詳細不明。1911年、旧姓福幕園により11月4日から昏睡状態となり、11月11日に定役この願いにより運ばれた帝国座の舞台上で死去。去年48。 記者が眺められるところにという音二郎の遺言により、当時博多駅が近くにあった上天寺に葬られる。子供は男の子が一人あるというが、川上の子かどうかは定かではない。名の鶴を子供のように可愛がった。アメリカ工業にも連れて行ったが、金銭困窮から現地の日本人に養女に出す。青木鶴子と改名し、女優になり、早川節州と結婚した。 川上乙次郎像、川上乙次郎の石踏み、ありがとうございます。